試験方式は4タイプ。全国16都市で入学試験を実施します。複数の出願をする受験生には選考料の特例措置もあります。例えば一般入試、センター併用方式とセンター単独方式を受験すると通常6万9000円のところ、同時出願であれば3万5000円に。また統一入試で法学部と経済学部と商学部の併願では通常10万5000円のところ、同時出願であれば2出願目以降は1万5000円に。詳しくはウェブまたは入学センターへ。